香港の話。現在9月6日なんですけど、先日ですね、香港のですね、逃亡犯条例のね、改正撤回がですね、香港のトップから正式に通達されて、まあ、この夏ずっと2ヶ月ぐらいか、3ヶ月か、ずっと香港の市民と警察ですごいデモ隊がぶつかってですね、割と多くの方が怪我したり拘束されたり、で、香港政府もですね、まあ、過去のですね、天安門事件のようなね、軍をいよいよ本気で投入して鎮圧に図るんじゃないかとか、そういう不穏な空気がですね、この日本からすごい近くの香港で起きてたわけですよ。で、僕はですね、香港っていうものはすごい何度も旅行行ったことあるし、好きな料理屋もあるし、もう泊まるホテルとかもあったり、あとカジノで遊び行ったり、それこそ洋服買いに行ったりとかね、あとまあ好きな場所がいっぱいあるわけですよ。で、セントラルピークは景色綺麗だし、で、まあ自分が実体験として香港に何度も遊びに行ってるんで思うことっていうのは、やっぱりイギリス領だった期間っていうものがあるんで、香港って中国の一部だけど、やっぱり香港人っていうアイデンティティみたいなのがしっかりあって、街行けばサッカープレミアリーグとか流れてたし、英語もペラペラだし、ファッションのセンスとかブランド絵とかそういうものもやっぱり、まあいい意味でですけど、イギリス UK っぽい空気があると。で、顔はもちろん日本人と全く一緒なんですけど、まあメイクとかそのトレンドの流行りは違えど、同じようなアジア人だなって思いつつ、英語ペラペラ、まあいろんな北京語、上海語喋れて、香港の英語も喋れる。で、日本語とかも勉強してる方も多くてですね、なんか非常に賢くてクレバーなイメージ。かつ、まあお金があるというか勢いがやっぱり中国なんであるんで、なんかこう、スタイリッシュな感じを、まあ僕は個人的には受けててですね。で、まあ別に僕は中国人が大好きとか、そういうことは一切なくて、日本人だし、日本が大好きな人間なんですけど、そんなね、何度も遊びに行ってる香港に対してですね、ああやって連日、市民と警察がぶつかるっていう、で、やっぱり、少なからず怪我してるだろうし、鎮圧のためにボコボコ殴られてたりする、特に若い学生とかがね、あれ見てて本当に嫌だなと思ってて、で、空港もそうですけど、セントラルとかの街、街並みの中であれが行われてたっていうことを見ると、やっぱり本当にリアルな現実だったんだなと。で、まあ夏休みが終わって、学生もそろそろ、そういう過熱した部分からそろそろですけど、こう、気持ち的にはね、戦う意思とかはまだまだ多分あると思うんですよ。今回のデモはこれで終わるとは思えないんで、中国政府側と、香港自治の部分と市民っていう、このちょっと複雑な構造の中で、まだこの先もね、綺麗さっぱり完全に和解したってことにはならないと思ってるんですけど、ただまあ一旦は撤回によって収束したいなっていう空気が流れたのかなと。でですね、まあ本当に僕は香港がやっぱり自分的には好きなんで、あんまり多くの人が傷ついても欲しくないし、できれば平和な感じに戻ってほしいなと思うんですけど、まあまあまだまだこれから先、今回の暴動がきっかけで香港側の自由民主主義を求める声と中国共産党のやり方と非常に歪みが発生していくんで、まあことあるごとにちょっとそういう自由を求めての戦いは起きるのかなと。さっきも言った通り、香港の人たちが持ってるアイデンティティみたいなものが非常にやっぱり自由主義だったり、中国の言いなりにはならないぞっていう、そういうような意思を感じるなって思うんで、今後もまあ心配しつつ応援しつつっていう、そんなような感じですね。で、まあそんな折ですね、香港いろいろカジノ行ったり、いい思い出が本当いっぱいあるんですけど、今回の民衆運動のですね、リーダー格、まあ、幹部でしょうね。その中にアグネス・チョーさんっていう女性、若い綺麗な女性がいるんですけど、そのアグネス・チョーさんがですね、日本のですね、大川隆法大先生がですね、また霊言を呼び出したようでですね、習近平 VS アグネス・チョーっていう、本を出版されまして、で、まあ、大川隆法先生は、生きている人でも亡くなった方でも関係なく、ちょっと霊言をですね、召喚しておしゃべりされる先生なんで、日本人としてはですね、そんなに、なんだろう、またかみたいなところあるかもしれないですけど、それに対してですね、アグネス・チョーさんがですね、
その霊言が言ったセリフにおいては、香港が今ピンチだから自衛隊を派遣して助けてほしいっていうようなお願いをされたと、まあ、霊言がね、アグネス・チョーさんの霊言がそう言ったっていうことを出版されたみたいなんですけど、ご本人がですねそんなことは言ってないと。で、日本の政党のある政党のね出版物にそんなことが書かれてるけど、事実無根だっていうことで撤回してほしいっていうようなニュースを見ましてですね、ほんと笑い事じゃなくてですね、相手方香港の人たちはやっぱり本気というか戦いの真っ只中なので、ちょっとしたそういうねことでまた歪みが膨らんでしまったら良くないんじゃないかなと思いました。まあ歯切れが悪くなるのは致し方なしというか、なんかちょっと難しい問題というか、本当に日本人笑いって済ましちゃいけないけど、外交とか世界レベルで見たら笑い事じゃないけど、なんか日本人ちょっと笑いとかユーモアで捉えてしまいがちというか、そういうようなことっていうのが多々あると思うんで、まあ、なるべくグローバルな視点を持って頑張っていきたいなと。まあ、あとは最後に改めて香港の人々を応援と心配としております。じゃあ今回の動画はそんな感じでした。お疲れ様でした。また香港遊び行きます。バイバイ。